こんばんは。こんばんは。あすやです。やです。久々に家で撮ってるんですけど、うん、今日ちょっとね、パーティーじゃないけどさ、ちょっとしたプチ飲み会的な。そう、うん。横にもワインが用意してありますけど、はい。僕たちが飲みながらちょっと皆さんとお話しようかと思っております。あのタイトルにもなってる通り、最近ちょっと動画がいろいろ出せなかったりして、まあ、その理由をねお話ししようと思ってるんで、うん、まあのんびり見てください。はい。ちなみに今日のメニューは、サーモンとアスパラの醤油バターパスタ。おお、いいね。白ワインに合わせようと思ってね。あとはブロッコリーに出たやつと、うん、前のケローナで買ってきた賞味期限間近のチーズ。チーズです。15年のチェダー。15年ものです。かなり強いと思うけど。うん、わあ、めっちゃすっきりしてんなこの白ワイン。あ、そうなんだ。かなりね、ライトな感じな。うん。うん。まあ、美味しいね。夏にいいワインだね。そうそうそう、なんかカリフォルニアを感じる。じゃあ本題入っちゃう？そう、去年の11月12月ぐらいから、うん、ちょっと動画の更新速度頻度がガクッと落ちたんですけど、うん、まあ理由は一重に忙しいからですね。それ以外の何者でもない。そうだね、遊べてはいる。遊べてはいる。その時間ちゃんと作ってる、うん、週末はもう完全にオフにして、うん、でかつそうスキーもしてるから。あ、そうね、朝から晩までって言ったら言い過ぎだけど、朝から夕方ぐらいまで、うん、だからね編集の時間が取れないんですよね。単純に単純に、うん、まあ作れよって話なんだけど、それよりちょっとスキーを優先させちゃってるね。なるほど。そう、動画が出せなかった理由は、まあ、もちろん編集の時間がないのもそうなんですけど、うん、撮影の時間もないんだよね。そうなんです。特にうちら2人で撮るやつ、うん、俺1人で撮るスキーが別にね、一人で行って、あー滑ってますって撮ればいいんだけど、二、うん、人で撮れてないね。スケジュールが全然合わんからね。と単純にそう、二人とも、まあ、働いてる時間帯も微妙に違えば、あやは休みがないもんね。そうなんですよ。 3月から休んでないかも。そうだね、週7で働いてるからね基本的に。ちょっと今ね、まあ、その毎日例えば8時間とかじゃなくて、多い日も少ない日もあるって感じ。まあそうだね、バラバラって感じだけど、でも基本的に週7だよね。うん、ちょっと今いろいろ本当にあってね。基本的に人が足りてないんですよね、この地区、うん、全然人が足りてない。観光業が復活してきて、そう、規制もいろいろなくなったから、うん、だからお客さんは増えてるけど、うん、その季節労働者というか、うん、外から働きに来る人は全然いないから、うん、だからすでに働いてる我々にしわ寄せって言ったらおかしいけど、うん、もっとシフト入れないみたいな。来るね、うんうん、そんな感じになって、ね、別に働けない理由はないし、お金も稼ぎたいし、うん、まあね、うん、だからシフトを増やしたりしてるんだけど、その結果そうちょっと首を絞めてるか。そうね、まあ、そんなような理由があって最近全然動画が出せておりません。楽しみにしてください。申し訳ない。申し訳ないんです、うん、もうちょっと人がね来てくれるといいんだけど。そのあやはきついね。うん、まあ、休み申請出しなさいって思うけど、まあ、後から見てると働くの好きだもんね。まあそうね、もう、まあ、昔から割とそうね、働いて詰め込みたがるよね。まあ、2人とも今ダブルワーク、うん、2つ仕事を掛け持ちしてて。そうだね、ダブルワークだね。あやはそんな感じで忙しくて、うん、俺もねもう月曜日から金曜日までしか仕事しない、要は週末は完全にオフにするって決めてるんですけど、うん、でも平日は基本的に朝からもう夜までだよね。11時過ぎだもんね、いつも帰ってもね、うん、まあ、途中でもちろん休憩はね、うん、あって、その1日の中で2つの仕事を掛け持ちしてるから、うん、まあ、だからなんだろう、ずっと連続で仕事じゃない分まだいいっちゃいいんですけど、うん、それでももうそうね、その一日の中に編集時間を織り込めたらラッキーみたいな。寝る前に30分編集できるかできないかだからね今。なかなかね、撮影もできないし編集もできないし、ちょっと今悪循環だね。悪循環だね、うん、まあ、シフト減らせばいいんだけど稼ぎが減るしなみたいな。年一の動画で言ったみたいにやっぱりね、車買いたいなとは思ってるので。買いたいし、まあでももういろいろね、物価も高いしな。どんどん上がってきとるね。ひどいね。うん、まあ、ガスも高ければ。ガス高かったね。今日隣町キャンモアで入れてきたけどさ、40リッターちょっと入れたかな。うん、70ドルとかいったもんね、あのマツダの3で。びっくりした。あ、ね、私だって70ドルもいくのか。ピックアップ乗ってんじゃないんだよみたいな。本当だよね、トラックじゃないんだよって思って、うん、
あのコンパクトカーでさ、70ドルってやばいよね。びっくりだわ。ちょうど2年前か、パンデミック始まった頃、ガソリンバカみたいに安くてさ、安かったよ。リッター60セントとかになったでしょ。その時から言ったらもう何倍だろう。違う、3倍近いよ。3倍近いね、下手したら。この2年でね、まあ、あの時安すぎたのはもちろんあるけどさ、今は高すぎるよね。今高いね。あと食料品もどんどん上がっとるしね。いやー、よう飲んで食ったね。ねえ、食べすぎたね。私も途中からあんま食べてなかったんだけど、あちゃさん結構食べたよ、ね、大概食べたね、うん、最初言ってたカリフォルニアワインもすっかりもう空になりまして、うん、パスタも食べきったね。すごいよね、よく食べたね。あ、8人前すごいね。お酒って怖いよね、胃がバカになるって言うけどさ、バカになったね。後半ずっと食べてたもんね。ずっと食べてた。まあ、今日午前中から昼過ぎまでずっと滑っとったからってのもあると思うけど、日曜の夜ぐらいしかね、こうゆっくり食べれる時がないんですよね。まあそうね、割ともう、タタさん仕事行っちゃったら食べないもんね、基本的に。食べないし、帰ってくるのも11時でしょ、だやだって月曜日から木曜日は帰ってくるの10時半とか。そうだね、まあ11時近いよね、割と、遅い。まあ1週間に一遍ぐらいね、まあこういう日は大事ですよ。こういう日は作ってもいいよね、また1週間頑張りましょう。そうですね、はい、またこうやって1週間が始まって、そうだね、始まってんだか終わってんだか分かんないですけど、まあしばらくはこんな感じの習慣、生活習慣が続くでしょう、でスキーシーズンもあと2ヶ月あるからね。そうね、それまではもう滑り続けるから、多分こんな感じになると思いますけど、皆さん辛抱強く動画を待っていただけると嬉しいです。本当に申し訳ない、こんな状態で。大概眠いからもう全然頭も口も回ってないんですけど、本当そうだよね、回らない。まあもう寝ましょうかね、歯磨きしてね。そうですね、それではまた次の動画でお会いしましょう。なんかこんなグダグダですいません。グダグダじゃバイバーイ、おやすみなさい。おやすみなさい。